4月から会社設立していただいたんですけど、へえ、というのは言ってまずかったっけ。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は、大分県別府市にある太陽の家にお邪魔しております。で、理事長さんの山下さんにこういろいろインタビューできるということなので、今日はいろいろお話を聞いていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに太陽の家っていうのはちょっとできれば分かりやすくなんか教えていただきたいんですけど、太陽の家はですね、3つの柱で運営してます。1つが障害者スポーツです、で大分県は日本の障害者スポーツの発祥地でありますし、太陽の家の創設者中野豊は日本のパラリンピックの父と言われてますが、まあそういうこともありまして、障害者スポーツを推進というのが1つの柱、で2つ目が地域に密着した太陽です。で今別府市は人口約11万7千人います。そのうち約1割は障害者というふうに言われています。ですからこの太陽ではですね、塀がなく自由に地域の方が出会いできる、この地域で障害のある方がない方が一緒になって生活するということをですね、目標にしています。で3つ目が、障害者自立ですね、働いて社会参加するということのサポート支援をしている。で太陽の家の基本理念はノーチャリティバッドアンチャンスです。保護より機会を、障害のある方を保護するのではなくチャンスを下せると。1965年に太陽創設したんですが、当時から、この理念を目標としてやってます。なるほど。ここに来てすごい車椅子の人とか他の障害がある人とかがなんか普通になんていうんですかね、私はもう見慣れてるっていうか、自分自身もそうなので普通に働いてるというか、それが私の中でも当たり前であってほしいっては思いながらも、なんかやっぱまだすごいなって思うのは、やっぱ私の地域でも見ないし慣れ親しんでないからだろうなっていうふうに思ったので、ちょっと本当ここのシステムというか、なんかそういう環境を個人的には持って帰りたい、持って帰りたいくらい。まだその障害のある方っていうのは、障害のない方が見ると、何もできないんじゃないかとかですね、弱者というふうにまだ見られているんじゃないかなと思いますね。もちろんね、障害によってはさまざまな方がおられますんで、一概には言えないんですけれど、最近私がよく皆さんに言ってるのはね、感動される人から感謝される人になろうということを言ってるんですね。これ何かと言いますとね、全くその、障害のある方の生活あるいは仕事場面を知らない方は、我々障害のある方が仕事をしている姿を見ると感動されると思うんですよ、でもこの感動というのはですね、まだ保護されているんだと私は思うんですね。じゃなくてですね、仕事生活は当たり前という認識のもとで、どんなことでもいいと思うんですよ、ちっちゃなことでもいいんだけど、仕事だけなくて趣味の世界でもいいんだけど、やっぱりその社会から感謝される立場で、なることが、やっぱり共生社会につながるんではないかなという私は思いますね。作られたきっかけとか、まだ慣れ親しんでない頃からこう作られてるっていうこともあったので、すぐ軌道に乗ったのかとか、あと大変だったこととか、もし分かれば教えていただきたいんですけど。太陽の家は1965年に設立されたんですが、その前の1964年に、東京のでのパラリンピック、オリンピックパラリンピックがあったんですが、その当選の中野豊はパラリンピックのですね、日本人選手の団長とを務められたんですね、で、海外の選手は競技終わると都内にショッピングしたり商談ですねをされてたんですね。で日本人選手はといいますと、看護師ドクター付きで、そのパラリンピックの競技に参加したり、で競技終わるとまた病院に戻ったというような時代だったんですね。その日本人の選手の方の方がですね、中身豊かに我々も海外の方と同じように仕事したいんだと、自立したいんだということをですね、中身豊かに訴えて、そしても翌年に何とかをこの太陽の家をスタートさせたんですね。で当初は障害のある方が7名、障害のない方が5名、12名でスタートしたんですけど、
まあ、やはりですね、当時はですね、ある方が社会参加、要は、税金を納めるなんて考えられなかったんですね。で、最初に他人と一緒になって、企業を作ったのが、今でいうオムロンさんですね。この立石勝間さんとの出会いからですね、この太陽が発展してきたということですね。上豊が常に言っていた言葉なんですけど、世に心身障害者はあっても仕事に障害はいないということをですね、中村豊が常に言っていたんですね。やる労働者の人に対しての、まあ、その当時ちゃんと何ですか、賃金みたいなのは払うことはできてたんですか、スタートの方から。あの、わずかなもんだと思いますよ。あ、でも、そうか。あ、実はこの太陽の家の裏側にある病院があります、うん、昔はですね、海軍病院だったんですね。うーん、でそこからですね、本当にあの貧しい太陽時代の時に、うん、海軍病院からお茶碗をいただいたんですね、はい、無償で、はい、そういう、購入するお金もなかったんですけど、はい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 、それが今、うん、太陽の原点だというふうに思うんですね。今大分のこの別府市にあるんですが、うん、他にもこういう太陽の家っていうのはありますか。あ、そうですね、愛知の蒲郡、京都の鳥島にも太陽があります。作り的にも働く場所とか場所があって、このくらいの希望感はあるんです。希望感大きい。そうですね、はい、全くでもこんだけは希望はないですね。あ、また住むところみたいなのはあるんですか。まあ、あります。でその人たちはそこの寮みたいなのに入って、 そこで訓練してっていうことですね。なるほど。どういう障害を持ってる人がいますか。もともと太陽を作った時はですね、脊髄損傷の方が中心だったんですけど、その後あの頸髄損傷の方も受け入れるようになって、まあ、今もさまざまな障害の方がいます、まあ、基本的には身体障害者中心だったんですが、はい、精神障害者もちろん知的の障害の方もいますけど、はい、精神障害の方々の受け入れもしています、そのためのですね、サポートとしてあの精神保健福祉士の方もですね、はい、職員として採用してですね、サポート体制を整えています。ちなみにそういった方々はどんな作業をしていらっしゃるんですか。ものづくりをしている人もいますし、はい、あの敷地内にですね、太陽が経営しているスーパーがあります。スーパーで働いている方もいますし、 IT 関連の仕事をしている方もいます。さまざまな方がいますね。ですから精神だからできないとか、そういうことは全くないですね。まずはですね、チャレンジしてみることが大事だと思います。なるほど。ちなみにいろんな県から来られます。はいはい、九州だけじゃないとか、こうもう全国からですね、出ます。私も地元は山口県。ああ、そうなんですね、はい、山形に行ってて、うんうん、教えてもらうまで太陽の家っていう存在を知らなくて、はいはい、九州だと有名なんですか。いや、九州でもね、知らない方もおられますよ、あ、やっぱりその大分の中でも太陽の家っていう名前は知ってるけど、うん、何をしてるんだろうと。あ、なるほど。方は多いようですよ。あ、うん、そう。就労の方に戻るんですけども、訓練をして、基本的には一般の企業に、うん、就職するってことを目指しているんですよね。はい、そうですね。はい、その働いてる中で、就労してる中で、賃金はいただけるんですか。もちろん、もちろん。太陽の家でその作業をやってる上では、もう訓練生というんですか。はい、そうですね。訓練生というのは、まあ、給与で工賃という言い方してますね。はあ。だから今平均工賃が1万7000なんだけど、はい、太陽の家は3万ですね。はい、うん。ちなみに働く勤務時間っていうのは、いや、もうあの様々ですけどね。あ、まあ、8時間、の方もいますし、あ、特に精神の方っていうのはやっぱ時間のコントロールすごく大事なことがありますので、はい、うんうんうん、人によっては、数時間あるいはフルタイムに当たる方もありますね。まあ、それはもう自分で選べるってことですかね。まあ、選ぶ場合もありますね。そうですね、そうですね。それでこう作業をするにあたって、自分はこういう作業がしたいんですっていうのは、うん、もう選べるんですか。まあ、一応こう、まあ、決まった、まあ、できるものっていうのはあると思うんですけど、その中で基本的には今も一緒なんかな。自分から希望できるんですよね、作業としては。へー、うん、いいですね。そうか。なんか年代とかって分かりますね。今何歳くらいの人たちがこう働いてるとか。分かんない。でも若い人から50くらい、40代50代。ああ、作業は18歳からしか入れませんからね。ああ、はいはいはい。70の方もいます。先の間は働いていただいても構わないと思います。
なんかそこは一般的に、まあ、60歳定年65歳定年がある中で、はいはいはい、70になってもできることがあるというか、そういうコーチンでもあるし、まあ、でも何かをするっていう場所があるっていうのはすごい、いや大事だと思いますよ。大事ですね。やっぱなかなか一般企業で70になって障害者をっていうのは多分きっと現実的に難しい部分があると思う。今っていうのは単の訓練生であって、はい、まあ、企業で働く方は基本的に今の渋谷さんがおっしゃったように60定年で、はい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 、上に65までということになってます。でも太陽の家だったら訓練生で70歳でも働ける人だったら入れるってことですね。いや素晴らしい、すごい。今後は、まあ、個人的にはやっぱりこういう場所ってもっともっと欲しいなって、まあ、こう提供してる方じゃないからすごい言えることなんですけど、今その、まあ、西日本の方が工場があって進出を狙っているのかというか、広くしていきたいなっていう思いはあるんですか？まあ、も一人でも多くのですね、はい、障害のある方が、うん、まあ、社会参加してほしい、はい、企業に雇用してほしい、うん、ということはですね、これは我々の基本理念でありますから、はい、これはまあ継続していきたいなというふうに思ってますね。まあ、それと同時にですね、重度な身体障害者はまだたくさんいると思いますので、うん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 、まあ、テレワークと、うん、訓練の中でですね、テレワークということを今後考えていかないといけないと思ってるし、まあ、実際今やってるんですけどね。あ、そうなんですか。実際やってるんですけれど、まあ、それと同時にですね、まあ、今は AI とか、はい、そういう今の時代に沿ったですね、うん、仕事をしていきたいなというふうに思っています。実はドローンですね、うん、ドローンのリペア、要は修理ですね、はい、の仕事をするということで今休業誘致してました、ね。実際に4月から会社設立していただいたんですけど、というのは言ってまずかったっけ？まずかった？これいつ24日かい？これいつするかな？これはでもまだ8月、まあ、多分チェックとかあるから、はい、あ、大丈夫です。で、その太陽の家に就労に来たいっていう場合はどうやったら来れるんですか？それはその太陽の訓練生。あ、そうですね、はい、太陽直接お電話してもいいと思いますし、はい、でもその、まあ、一人で来ても生活する場所の量はあるから、うんうんうん、そうですね、住む場所には困らないということですね。なるほど。いや、やっぱりその彼とその障害のある方々が普通に仕事をしていく、普通に生活しているということをですね、多くの方々にしていただきたい、うん、発信していきたいというふうに思ってますので、ぜひですね、このミュージアムの、訪問いただければというふうに思ってます。はい、じゃあこれからミュージアムの見学を行きたいと思います。じゃあ今日は、はい、こんな感じで、はい、はい、インタビューありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。